ごめんなさいをするやつ。ディスコのお立ち台でパンツ丸見えで踊り狂ってるやつ。車の後ろに UFO キャッチャーで取ったぬいぐるみを山ほど積んでるやつ。大学生の分際で親から買ってもらった会社を乗り回してるやつ。本当はウエスト63なのに人に聞かれると59って答えるやつ。別れた男からもらった指輪を新しい男と付き合っても平然とはめてるやつ。電車の中で他人の視線無視して膝枕でイチャついてるやつ。女の子の家に電話すると出てくるめちゃくちゃ不愛想な父親母親。注文してるやつ。駅のトイレを流さずに出てくるやつ。しかも台の方。喫茶店のおしぼりで首の周りはまだしも足まで拭いてるやつ。大して面白くもないのにオフマイクで爆笑しているテレビ番組のスタッフ。新幹線でうっとうっと仕掛けたら切符の背景に来るやつ。寝かしてくれよ。親と一緒にグリーン車に乗ってわーわーと走り回ってるガキ。その子供を叱るときに静かにしないとあのおじちゃんに怒られますよとこっちを指さす母親。思いつきでペットを飼って邪魔になったら捨ててしまう無責任な飼い主。感じ悪い類頭にくるくる人の振り見て我が振り直せ何考えとんねん。複雑に入り組んだ現代社会、それぞれの立場で社会に関わってるけど人の迷惑も考えようぜ。あなたも立派な社会人。道が混んでるなと思ったら平気で路上駐車してるお前のせいじゃ。ニュース番組の最後にくだらないダジャレを言って自慢げなニュースキャスター。この人だと思って投票したのに簡単に有権者を裏切るやつ。曲を適当に継ぎはぎしタイアップかまして売りまくってるやつ。なんだか変変考えなさいさい。何気なく過ごしていると見落としてしまうけど、何も考えてないの。